こんにちは、フレブロルコ兄弟のパパです。今日は新しいカメラを買ったのでちょっと軽く紹介したいと思います。これが今まで使ってたアクションカメラ、水の中とか外でロコ兄弟を追いかける時に使ってたカメラなんですけども、新しいカメラ、これインスタ360ってやつで GoPro とはちょっとメーカーが違うんだけど、こういうやつを買いました。まあ、形はこれに似てるけどね。これのいいところをちょっとだけ紹介します。なんとこの出っ張ったゾーン取れるんです。しかも親指サイズで 4K の動画が撮れるから画質はすごいいいと思う。でこれをちょっとしたものをこういうペンダントみたいなのついてて、これがこう磁石でひっつくんだけど、これをこの中に入れてこうやったら、今まで撮れなかったこうみんなが接近してくる動画も撮れちゃう、まあ、詳しくはもっと詳しいやつは別でカメラの紹介動画を撮るんで、まあ今日は軽くこんなものを新しく買ったっていう紹介で、車昨日ちょっと試し撮りで天気悪かったけど淡路島までちょっと行ってきました。その時の映像もちょっと撮ってあるんでこの後流します。車にもガラスにもちょっとつけるものとかあるんで、それもつけた状態のやつとかもちょっとだけ撮影してるんで、それもこの後流します。こういうところにつけるじゃん、あっちの学校シーズンだから、あれ行けたことないの？来たことないの、シーズン。向こうあっちの方行く。でもまあ人がいるから。ここが一番こっちに。Whoa.